なるよ。はい、こっちの河口まで来ました。さっきね、ずっとあっちでね、やってたんですけども、ね、ここの河口のとこですね。はい。うわ、ここ結構流れ早いね、やっぱ。思いっきりこっちからこっちに流れてますね。初めて来るポイントなんでね、ちょっと、よく、どの辺がいいのかわかんないんですけど、はい、こっちよりもうちょっとあれだ、ここ激流すぎるだろ、ここは。誰もやってないもんね。やっぱあの辺の方いいのかね。ちょっとあの辺でやってみましょうかね、じゃあ。はい、今ね、この辺に来てみました。わあ、この辺でちょっとやってみようかね。人が多いんでね、ちょっと。ではね、ブロイの140。やってみたいと思います。こっちの方で水冷たいですね、やっぱり。なんでしょう、あのブルーブルーさんのちょっと YouTube チャンネル登録してるんですけども、なんかジャーキングブローインジャークっていうのがなんかすごいいいということでね、今一生懸命ブルーブルーさんのを見てるんですよ。キャスト練習もね、あのブルーブルーの社長さん、あの人のねちょっと動画を見て勉強してるんですけど、なかなか思うように、あ、こっちの方飛ぶな。うん、いやこっちの風がなんでしょう、追い風になるんでいいですね。中学の時の同級生ですか、俺の釣り動画を見てよっぽど下手くそだったんでしょうね。どうに本当にもう我慢しきれなくて、本当に釣れるポイントと釣れるルアーわざわざ LINE で送ってこいしましたからね。ね、もう場所が分かんないということで、もう Google マップでわざわざ本当にポイントまでもう汚されて、はい。なんでね、ちょっと明日仕事早く終わるんで、ちょっと夕方とか、まあ多分あっちに着くの3時4時だと思うんですけども、ちょっとね、石巻のあの北上川、まあおっぱがあるんですけど、まああっちの方ちょっとねやってみようかなと思って、あそこいろんな人に聞いたりとかネットで調べたんですけど、宮城県で一番シーバス釣れてるポイントらしいんですよね。はい、なんでね、ちょっと行ってみたいなと思って、わざわざ釣ったサメまでね、よこされたんでね、ちょっと明日はね行ってみたいですね。あ、なんだこれ、重たい。え、なんだこれ、なんだ今ゴミ、今の、なんかゴミだったか今の。まあいいや、ちょっと、おー、なんかこっちの方飛ぶなぁ。ブルブルすげえな、なんか。これ普通にただ巻きでもいいのかね。ただ巻きでちょっと巻いてみましょうかね。すげえ、ただ巻きでこんなコクコクコクくんの？これがパコーンっていくんでしょ、これ多分ヒットしたら。すごいな、こんな、ただ巻きでこんなピク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 ってくるような動きをするのが。まあ YouTube 見てたんでね、まあなんとなくあれですけど、すごいね、このブローインって。なんかこれ結構超感がすごいんですけど、多分おそらくあのブルーブルーの高橋さんがすごいだけであって、うん、まだ違うか、もう連れてたか誰なのか分かんねえぞこれ。うん、え、ちょっとどんな感じなんだろうこれ。ちょっとブローインの、なるほど、ちょっとまあよし、頑張っていきましょう。ああ、また釣れないと叩かれんだべ今日も。これもう最近もうフラットフィッシュとかシーバスの動画やとピークオフがすごいですよね。もうだからもう本当にもう心が傷つくんで、もう低評価はいいんですよ。コメントがもう半端じゃないんで、本当にもう釣り動画って下手くそな動画上げると本当に叩きますね。本当に改めて思ったさ、チャンネル登録者はちょっと伸びてきてますけど、神様でも本当にもうコメント欄閉鎖しましたからね、もう相手にするのめんどくさくて。
ルアーアクションが下手くそすぎんだろ俺。すごいねこの水の抵抗が、こんなに重く感じるんだ。ああ、どこにあんだかわかんないですね全然。このルアーアクションが、あちょっとすごいね飛ぶねこれね。これ何なんだろう、ただ巻きでも来るのかね。すげえなこれ。どういうアクションをしたらいいのか。リフト&フォールとかってさ、こういうのかな、これは。これはどちらかというとリフト&フォールとかというよりはこう、巻くごとにこれは強みを感じるあれだからな。なんだ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 、よそ様の寝掛かりの移動か、これ、うん、なんかよそ様の寝掛かりの移動を拾ってきましたね。それでは行きたいと思います。竿先だけ見れる、おおと思うんだけどなこれ、うん、すごいよねこのただ巻きでこんなにピクピクくんだもんな。骨がな、ゆっくり巻けばいいのかな。でもシバスってあれだな、早く巻いてる人早く巻いてるんだよな。ちっちゃくてもいいから食っとこねえかな。これどうなんだろうね、ここで今日あれだけど、ちょっとスイッチヒッターでしたっけ、あの台湾の今日あの買ったやつ、あれはね明日北上川で使ってみようと思いますね。うちの同級生がおすすめしたルアーね、ちょっといかがなものなのか、3回行って3回ヒットしたのかっていうふうに言ってたんでね、まあ下手くそなるおでもヒットするあれなのか。本当に俺であのね、釣れるルアーだったら他の人だったら絶対釣れるっすよね、まあ、ある意味ちょっと金融案件お待ちしておりますって。本当ある意味あれですよ、俺釣れたら他の人絶対釣れますよ。いや本当一つ思うのが、本当にあの釣り、あの多分視聴者さんの方は俺より絶対釣りうまいんですよ、うん、ルアーに関しては、うん、なんでねYouTube やったらいいと思いますよ。俺みたく低評価つかないと思いますから。本当に。俺はやっぱり深瀬が一番好きだ。ね。深瀬もね、ちょっとお金がかかるんで本当に。なんでこういう釣りも覚えなきゃいけないんです。ね、とりあえずね、宮城県はね、とりあえずサーフが。仙台サーフと仙南サーフと県南サーフって3つに分かれてるらしいんですよね、うん、なんでね今日はこう仙台サーフですけど、あの閖上よりちょっともうちょっと南の方が仙南サーフで、うん、あとまあ渡りとかあっちの方がね、あの県南サーフと言われてるところですけど、阿武隈河口から南の方ですかね、うん、まあ阿武隈河口もね寝掛かりないんでおすすめですよっては言われだす。ただサイズがちょっと落ちるみたいなんですね、うん、話を聞くと、まあ、本当にいろんな人からいろんな情報をね最近あのいただくようになりまして、はい、おかげさまでねいろいろとねちょっと行くところが増えたんでね、はい、ちょっとね今からですよね本当に。まあもう少しすればタコ釣りとかも始まってくるでしょうからね、うん、6月はちょっとフラットフィッシュと、ね、このシーバスをちょっとね頑張ってやってみようかなと。まあ6月中にちょっと1本くらいは釣りたいよねせめてね、何がそのフラットフィッシュかシーバスは、うん、一応まあ仕事終わりにね、まあ、やってみようということで、休みの日は多分どちらかというとまあクロダイとかね自分の好きなそっちの釣りをやろうかなというふうにはちょっと考えてます。はい、だからどうしようかな、今度あの15日あの金曜日休みなんですけど、クロダイにしようか、新地の海釣り公園に行こうか、
迷ってんですよね。ただ新地の海釣り公園も最近ねちょっと動画 の、ね、あの再生回数増えてきてるんで、まあ、ちょっと需要があるのかなと思って、ちょっとまあ視聴者的にもちょっとまあ気になってるんでしょうね多分、うん、なんでちょっと一回行って新地行ってみるか。予約取れればいいけど、予約取れなかったら幸運丸でちょっとお希望5番にしようかな。前はね1番でね、あれなんですよ、46センチ上げてるんですけど、みんな大抵5番行くんですよね、うん、まあ、5番か、どうだろうな。アイナメとかやるんだったら、多分アンモノだったらもう5番なんですよね。みんな5番行きますから、うん、1番行く人ってあんま行かねえんだよな。まあ杉で行く人は行くみたいですけど、いやつこのウェザーハイでね、この海の中入ってますけど、これ暑い日とかいいですね。ひんやりして。いや、なんか面白いわ、でもなんか。うん、いやね、今日はね、自己投資をして、ね、このウェザーを買って、ね、初めてちょっとこういう水の中に入って、ね、釣りしてみましたけど、うん、ちょっと面白いですね。やっぱあとはもっともっと勉強してね、あの釣りを覚えていかなきゃいけないなと思いましたけど、これが欲しいって言ったら鬼嫁に海水パンツじゃダメなのかって言われますからね。ね、ちょっとね無理を言ってね、今回ね鬼嫁からね許可をいただいて買いましたけど、夜っていうか、あのあれですかね、夕間詰め、今からがあれでしょうからね、勝負でしょうからね、うん、結構ゆっくりこう巻いてきてますけど、すげえなこれ、ビク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 って、魚がこうね泳いでるような感じのね、すごい動きだな。これビクビクビクってこれね食ってくれれば面白いんだけどな。これをただ巻いてるだけでもそれはあれだろうな。ああ、こういう感じか。さーて、時間の許す限りね、あれですよね、やんないといけないですけど、いやー釣りもあれなんですけどね、あの編集がね今あの新北でのあの黒鯛の釣りのちょうど動画後半戦をねちょっと今編集中なんですけどね、その動画もねちょっと編集しないといけないんだよな。本当にもう、まあ、釣りもね、釣り動画もねちょっとストックしとかないといけないのもあるんですけど、うん、ちょっと家帰ってあと編集もしてなきゃいけないから、ぼちぼち切り上げなきゃいけないかな、うん、バッテリー的にはまだ大丈夫だろうけど、うん、いや本当にまたあれがや、釣れない釣り動画でまた低評価食らうのか俺今日も。カニ釣ったカニ逃げられた追っかけてきたけどカニ海の中では速いっすね。最後の最後にまさかカニが来ましたよ。はい、ということでね、今日はね、ガモの、まあ、サーフ、まあ、通称仙台サーフと言われるところを来てみました。まあ、初めてね、まあ、こういう形のね、格好で、まあ、ウェダーをね、着用して、まあ、水の中入ってやってみましたけども、まあ、ちょっとね、あっちのサーフの方ではね、本当に、飛距離が出ないでね、キャストミスでね、ジグヘッドを3つも失うというね、ボンミスをやってしまいました。まあ、こっちの方ではね、ちょっとカニをね、ちょっと釣っているわけですけども、まあ、ちょっとね、残念ながら、まあ、魚の方は、ちょっと反応はね、ちょっと得ることはできませんでした。明日もね、ちょっと仕事早く終わるんで、まあ、ちょっとね、友達からね、ちょっと教えてもらった、まあ、ポイントですか、明日は、北上川の河口の方をちょっとね、行っていきたいと思います。はい。
さすがの俺でも釣れるだろうということでね、はい、明日はね、あの友達がおすすめしてくれた、ルアーでやってみたいと思います。まあこっちはね、こっちで面白いんですけども、まあそのなんていうか、なんだスイッチなんだっけ忘れた名前な、うん、あのとりあえずそれを使ってねちょっとやってみたいと思います。はい、ということで今日はもう帰ります。今から動画編集しなきゃいけないんで、もう疲れるよもう。ということでね、ぜひチャンネル登録、はい、高評価の方よろしくお願いします。低評価はいらないですよ。はい、ということで、ね、なるほどでした。今回はですね、北上川の河口に来ましたよ。仕事終わりの短時間の短時間ログですけども、ちょっとやってみたいと思います。今回はね、スイッチヒッターの S、 これあのシンキングテープですね、はい、こちらでちょっとまず今からやってみたいと思います。あら、ちょっと待って、ここにちょっと引っかかってたみたいな。